小選挙区東京都 NHK と裁判してる党弁護士法72条違反での政見放送です。この政見放送は NHK と裁判してる党弁護士法72条違反でが自ら制作して提出したものをそのまま放送します。こんにちは、田中健です。 NHK 党公認軽自動車党推薦で立候補しました。私は1995年江戸川区議会議員に初当選して以来、日本人の命を守るをテーマに数多くの発言を続けてきました。禁煙運動は最たるものですが、2020年4月東京都受動喫煙防止条例が全面施行されるまで、私の初当選から実に25年の歳月がかかりました。2010年尖閣における中国漁船衝突事故から国防にも関心を持ち、何度も台湾で勉強を重ね、尖閣に公務員を常駐させよ、1000キロメートル級のミサイル防衛を、台湾は日本の生命線など、日本と親日国を守る発言もしてきました。このように26年に及ぶ田中健の主義主張は長い運動の結果実現されていくのです。今回の衆議院選挙では、25年後の日本を見据え、新しい問題提起として軽自動車を大きくせよと訴えます。今や軽自動車は登録台数が3000万台を超え、全体の 40% が軽自動車です。令和2年道路交通事故における死者は2839名と、初めて年間3000名を割ったとの報道がありました。ただしこれは事故発生から24時間までの死者数であり、世界標準の30日以内の死者数は3416名となっています。その中でも私は車に乗車中死亡した方々に注目しました。令和2年死者2839名のうち、自動車乗車中の死者は882名です。令和元年の統計では普通自動車の2倍、令和2年の統計でも普通自動車の 1.7 倍、割合では軽自動車の同乗者が多く死んでいます。軽自動車は普通自動車と比べて死亡率が圧倒的に高いのです。年によってはばらつきがありますが、交通事故発生時に軽自動車に乗っている人は普通乗用車よりも 1.2 から2倍多く死にます。もし全ての車が普通自動車だとしたら、同乗者の死者は半減していたでしょう。重症者も 30% ほど減っていたでしょう。死亡率と重症者を見ると、それだけ軽自動車は同乗者にとって危険な乗り物だと言えます。軽自動車の規格は長さ 3.4 メートル以下、幅 1.48 メートル以下、高さ2メートル以下、排気量 660cc 以下です。私は現行の軽自動車規格を変更して、長さ 4.5 メートル、幅 1.7 メートル、排気量 2000cc という5ナンバーに近い規格まで拡大せよと訴えます。ここまで死亡者が多い軽自動車規格をなぜ日本は放置し続けてきたのでしょうか。そこには潜在的かつ伝統的に命を軽んじる日本文化があったからです。ここではゼロ戦の話をします。1940年に登場したゼロ戦は、開発されるまで日本海軍から無理難題ともいえる性能を要求されました。速さは時速500キロ、上昇性能は高度3000メートルまで3分30秒以内、航続距離は1000キロ、武装は20ミリ機関砲を2丁などです。旋回性を落とさずに、これだけの性能を実現するためには機体を軽くしなければなりませんでした。
結果的には全ての要求が実現され、ゼロ戦は誕生しました。しかし、限界まで減量したボクサーのようなゼロ戦には、防弾や機体強度という考えがありませんでした。ゼロ戦は軽くすることを優先したため、背もたれには装甲板がありません。ゼロ戦は後ろから撃たれ、銃弾は背もたれを貫通してパイロットは死にました。開戦当初はゼロ戦に苦戦していた米軍機でしたが、1941年に新型 F6F ヘルキャットの設計が始まります。新設計の F6F は飛行性能もさることながら、防弾、機体強度を優先していました。戦闘機同士の空中戦にあって一番重要なのは、何年も訓練して経験を重ねたベテランパイロットの存在です。だからこそアメリカはパイロットの人命尊重を優先して戦闘機の設計をしたのです。さて、ここまでお話して、高性能だが人命を尊重しなかったゼロ戦と軽自動車が同じだと気づいていただけましたでしょうか。軽自動車に乗り続けることは、自分の命を種銭にしてロシアンルーレットをしているような行為です。ロシアンルーレットに勝ち続けている限り、手元にわずかな小銭は残ります。しかし、その賭けに負けて、もし銃弾が脳に突き刺されば、軽自動車の同乗者の多くは死んでしまいます。私が問いたいのは、軽自動車の運転手は本当に軽自動車に乗りたいのか、優遇税制によって実は乗らされているのではないかとは考えないのかということです。軽自動車は日本だけのガラパゴス規格です。海外に需要がない軽自動車は大量生産には不向きなので、生産コストも高めです。小さな車だから税金を安くしようという税制の考え方ではダメなのです。事故になっても同乗者が死なない大きな車こそ税金を安くしよう、この考え方が車の税制には必要であり、多くの日本人の命を救います。何を一番大切に考えて科学技術を実用品へと商品化するのか。軽自動車はかつての日本が人命尊重せずに負けたゼロ戦の教訓が生かされていません。どんなに安全装置が付与されたとしても、軽自動車規格という枠組みがある限り、命を守るという根本哲学が車には反映されないのです。全長 3.4 メートル、横幅 1.48 メートルという軽自動車規格は人災です。今こそより安全で大きな車に日本人は乗るべきなのです。最後に私の選挙公約をまとめてお伝えします。 1. 軽自動車の規格を拡大。 2. 軽自動車の高速道路の無料化。 3. 13年を経過した自動車への重課税廃止。以上、ご清聴どうもありがとうございました。小選挙区東京都 NHK 党裁判してる党弁護士法72条違反での政見放送でした。